こんにちは、乗鞍満喫です。昨日までですね、雪は降ってましたが、ご覧のようにですね、県道乗鞍岳線も、太陽が当たるところですね、日向の部分は溶けました。ただですね、日陰の部分は雪が溶けてシャーベット状になってますので、この時期にですね、乗鞍高原へお越しになる方は、必ず冬用タイヤかまたはチェーンを、持参してください。今日はですね、観光センター前と、マントースノーリゾートさんのですね、スキー場の最下部の、山麓リフト周辺の状況ですね、雪が降った後ですのでどうなっているのか確認して撮影します。まだまだ圧雪したら消えてしまいますけど、来月に入ったらどうなりますか。個人的には期待してます。今見えてるトリオニゲレンデですが、まあうっすらといい感じで雪が張り付いています。ただ思ったよりちょっと雪はまだ少ないですね。今後に期待します。日陰の部分はやはりですね、雪は溶けてませんので注意してください。観光センターに来ました。駐車場はご覧のようにですね、ほとんど車は止まっておりません。日陰の部分は滑りますね。歩いてもちょっと危ないですね。観光センターもですね、テーブル等は片付けてあります。ではこれからゲレンデに向かいます。ゲレンデの最下部に来ました。あまり息はついてないですね。ここならいいですね。このように雪は積もっていますが、まだまだ足りません。そうですね、5センチ、思ったより少ないですね。5センチから10センチでしょうかね。まあでも最下部でこれだけついてますので、気温も下がってまた、雪が降るような状態ですと圧雪もできていいのではないかなと思います。今11時半前後です。一ノ瀬駅に向かう乗鞍橋です。ご覧のようにですね、もう完全に雪が張り付いてます。もうこんな感じでかなり雪が張り付いてます。一ノ瀬駅へですね、自動車で向かう方はもうここはノーマルではもう走行不能になりますので注意してください。いや、ここは結構やっぱ日陰なので私の足も結構埋もれてしまいますね。ここはですね、冬季は閉鎖になります。除雪はしません。乗鞍橋からですね、このようにずっともう雪は張り付いています。
スキー場よりなんか多い感じがしますね。うん、当初はスキー場を撮影してから帰ろうと思ったんですけども、今日はたっぷり撮影したらいいかなと思ってます。一ノ瀬に向かう分岐からですね、これから伊賀谷に向かう道路なんですけども、こちらもですね、ご覧のようにもうびっしり雪が、ここも除雪冬季はしませんから、多分このまま、寒く雪が降りますと、もう寝雪になります。伊賀谷に来ました。景色が変わりましたね、だいぶね。一面真っ白ですね。ステージの前の広場ですが、真っ白になりました。今日は比較的暖かです。歩くと汗ばむような感じですね。日向の部分は溶けてますが、日陰の部分は雪は残っております。今日はですね、スキー場メインで撮ろうと思ったんですが、雪の状況がですね、全体的にどうなってるかなと思って伊賀谷まで足を運んできました。山はガンガンですね、まだ雪が降っているような感じです。以上、乗鞍満喫でした。ではまた。